東村明子と西組キララのもったもないと。この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ今日もトークテーマ、いってみましょう。ラジオネームオクラブロッコリーさん、はい、32歳メス豚の方です。はい、明子先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんばんは。こんばんは。ぜひともお聞きしたいトークテーマを思いついたのでメールします。子供の頃好きだったアニメや漫画のキャラは誰でしたか？私はセーラームーンこそアミちゃん派だったものの、ちびまる子ちゃんは野口さん、別冊マーガレットのウルフ物語のウルフ、恋愛カタログではタネちゃん、そして奇世界ゆかちゃんのゆかちゃんが好きなキャラでした。女の子という枠にとらわれず達観していたり大暴れしてたりする王道ヒロインとは違ったキャラばかり好きになって、で受ける、でも分かる、私ってそういうやつだわと一人で納得してしまいました。極めつけに一番憧れてるのは風の谷のナウシカの大ババ様で、長老ポジに憧れているという己の深層心理まで気がついてしまいました。だから明子先生のこと好きなんだなとまた納得。そこで待って、クシャナの方がいいんだけど大ババ様だった。そこで明子先生とキララさんに子供の頃好きだったキャラについて語ってもらいたくなりました。影響を受けてやったことなどもあれば教えていただきたいです。いいね、よろしくお願いしますということですね。私すごい古い話だけど、本当にちっちゃい時、幼稚園とかの時、常にあられちゃんの帽子をかぶって全ての行事に出かけていた。あられちゃんの帽子さ、持ってましたよ。持ってたやろ。持ってた。あれ全員買ったよね。脇に羽みたいなのついてるやつ。横にさ、パーマンみたいな羽がついてる。そうそう、持ってた。ドクタースランプの帽子買ってたよね。あれ。あと妹と色違いで。あれもうなんかスーパー行こうが、なんかその遊園地行こうが常に被ってキーンってキーンって走っていくみたいな。手広げてね。まあみんなそうだったと思うけど、当時は。アニメキャラね、まあ、それがまあ最初の記憶だけど、私やっぱり一番好きなアニメキャラはやっぱりルパン三世の五右衛門だね。へ、理想の男性像だね。でもなんか何も喋らなそうじゃないですか、デートとかしても。あれありなんよ、私の中で。ありなんだ。あれありなんよ。あんた何も喋らんでからとか言わない。あれね、なぜかね、あの路線の人好きってのあるんよ、私。基本的には面白くって、明るくっておしゃべりな人が好きだし、そういう人と割とお付き合いしがちなんだけど、あるんよ、五右衛門のあの感じも。ただいないね、ああいう人。日常的にデートしたこともないですか、そういう人と。まあ、五右衛門まではいかなくてもいいけど、なんか大学生の時に付き合ってたカクカクシカジカの西村くんは五右衛門に似てるって思って好きになったから。確かに無口な感じのね。何考えてるかちょっと分かんない感じ。そうミステリアスな。キラちゃんは誰が好きですか？私はあの三つ目が通るの、あのなんだっけ、あの三つ目が通る主人公って。待って、三つ目が通るってさ、三つ目が通る以外全部化け物が出てくるんじゃなかったっけ？三つ目が通るの、三つ目が通るの主役の名前なんだっけ？通るじゃねえの？通るじゃないでしょ。三つ目が通るなんだから通っていくの通るだから三つ目の通るじゃないんですよ。あれ通るくんじゃないんだ。あの覚えてますか、三つ目が通る。あ、じゃあ、ね、あれはやっと出たまま覚えてる。やっと出たまま覚えてるよ。ああいう普段は弱っちいのに、なんか急に変身してなんか性格が変わるやつが好き。待って待って、やっと出たまんってさ、なんだっけ。やっと出たまんって普通にやっと出た、待ちに待ってた、やっと出た。驚きももろき三種の普通女の子と二人組で、あれあの弱いやつ、大きいマシンからなんとかなんとかっていっぱい出てくるやつ。全部出る、全部シリーズで出るから、やっと出たまんだけじゃない。二人で女の子と組んでて弱いんですよ。本当にもうだらしないんだからって言って、でちょっとお腹が痛いとかどっか行って、でやっと出たまんとして出てきて、やっと出たまん様みたいな、みたいなスーパーマンみたいな感じのが好きかな。三つ目が通るもんに、ほら二重人格みたいなやつでしょ。あのお札を、だってスーパーマンのクラーク・ケントが好きやもんね。そう、好き。ああいう系が好きなのかもしれない。気弱なんだけど、ここぞという時はみたいな。そうそう、三つ目をパッて剥がして三つ目が出たら、あれ剥がれるの？あのあれをわざと封印してるんですよ。隠してるのか。性格が変わっちゃうから。私三つ目が通る、なぜか、あれだけは読んでないな。ああそう、アニメの
やっと出たマンもタツノコシリーズ好きだったけど、うん、やっと出たマンだけは見てないかもしれない、うん、でも赤子先生と男性の趣味は全く違うから合わないもん ね、うん、何これって言うとだってときめきトナイトだったらあれでしょ真壁旬でしょ私リンゼ君ですもん、うん、あリンゼって弟のリンゼ、うん、あ金髪のそうあれ子供やんかだ第2弾で大人になったからああなってるなってる、うん、真壁旬がさ、うん、ときめきトナイトでさ、うん、ランゼってさ変身できるじゃん、うん、噛みついてね噛みついて、うん真壁くんのさ、うん、お母さんに返信してさ、うん、家でさ、うん、真壁くんをなんか待ってるんよ、うんうん、なんか知らんけどなんでだろう、うん、なんかなんだろうね、うん、プライベートの真壁くんを見たいみたいな感じだったのかな、で真壁くんが帰ってきてさ、うん、お袋腹減ったわって言って今日ご飯何にするって言ったら酢豚がいいなっていうシーンがあるんよ、うん、酢豚っ て リボンなのに少女漫画なのに酢豚ってってなるわけよこっちは、うんうんうん、なるなるでランゼが、私のレパートリークリームシチューしか作れないのにっていうシーンがあるなんでやったんだよそしたらなんでお母さんになったのでも真壁くんもしかも酢豚がカタカナだったんだよね、うん、酢豚がいいなって池野恋先生が食べたかったのかな、うん、その時酢豚をよりによってっていうね、うん、まさみさんの聞いてみたくない、うん、そうえ何野良黒さん東平私結構あれですよ、うん、私が本当に、うん、あ私がなんかすごい好きだなってなったのは、うん、ムーミンのスナフキンです、うんうん、あ私も好きゴエモン系列だからそうそうそうスナフキンは分かる、うん、分かるスナフキン好き何も喋らんやんスナフキンでもなんか違いますだって何忙しい時に来てダラーンあのギターをだってあの人ギターかき鳴らして谷でさ歌い上げてたやんかうん、まあ、あの歌がもう一回聴きたい歌い上げてたやん谷で何も愛想がない悲しい歌歌ってたやんスナフキンがこっちがスナフキン君素敵だねって言ってもな多分何も喋らないよそれがいいのよそれがいいのよ も, も, もうイケメンですよあれは、うん、イケメンイケメン先生次好きになった人言いましょうか、うんうん、未来少年コナンのコナンあこれ違ったあ主人公のコナンってことだなって言って、うんうん、助けるじゃないですか、うん、ですごい超人なんですよで、うんうん、ドーンって言って高いところからラナを受け止めるの、うんうん、ドーンってコナンって見てたキル見てましたよあんま好きじゃなかった次走ってんなみたいな壁を走れるんだね好きだった、うんうん、コナン私でもコナン見てたけどあのコナンが主人公がコナンでしょ、うん、パズルに似てるかコナンってググると名探偵コナンしかない、うん、確かにそうか、そうかちょっと待って世の中的には、うん、未来少年あれって早尾宮崎駿さんでしょ未来少年コナンよりいいか未来少年コナンってこれかいつも裸足なんだよ、ね、私もこのさハックルベリーみたいな子がコナンかと思ってた今あこれが好みだったらすごいハックルベリーみたいな子いたじゃんいましたいましたあこれコナンみたいな子、うん、これ脇かい脇でしょ友達やべえコナン、まあ、パズー的存在ってことね、うん、あ私、まあ、これはこれで好きよ全然、うん、ですかね私あんまり好きにならないんですよねそういうそうなんだでもまあでもスナフキンが当たってよかったです、うん、先生となんかねちょっとね好きなタイプ、うん、たまに被るの先生と、うんうん私ね石子全然めっちゃいい男だと思ってるから、ね、ほらほらほら、まあ、確か2人はロッキーのことが1ミリもでしょめっちゃ笑ってるやんめっちゃ笑ってるけどなんだろうなんでだろうロッキーってさ、まあ、若い時から知ってるしロッキーがね、うん、若い時めちゃめちゃハンサムだったのを見てるけど心動かなかったよね私なんでだろう動いてなんか石子はやっぱね素敵だなって思うよいつも見ると、うん、いい男だなってよかったよかった、うん、よかった私も知り合いの役者さんで石子さん素敵ですねって言ってる人見たことあるだってうちのアシスタントもさ石子がさなんか台所でさなんか茶碗洗ってうちにアシスタント来た時にさ石子が台所でなんか茶碗かなんか洗ってさ、うん、石子さんありがとうございますとか言ってさ石子がこっち向いてニコってした瞬間になんかそう恋に落ちた子ってなんか韓国の留学生の子で、私その後先生私石子さんのこと好きになっちゃいましたって言われてあの人結婚してるよって言って、うんうん、すげえ年上の奥さんいるよって言ったら、うん、ってなって、まあ、その場で失恋してたんだけどよかった失恋して、ね、なんか石子ってなんかそういう感じなのよなんか、なんですかね、うん、そうじゃあ真壁旬の方なのかリンゼ君じゃなくてねなんていうのかな、うん、なんかね頼もしいのよなんか
分かる気がします。私とまさるさんは頼もしい人が好きなの、うん、そうそうそう、助けてくれる、うん、そうな人が、そうそうそう、実際ね、キララと、キララと違ってなるほどね、私は確かに、そうそう、なんかもう、うん、もうビタッと、うん、なんていうの、その人のなんか強さみたいなものがある人が好きなのよ、うん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 、正反対だね、うん、なんで笑ってるんだって地震とかの時も石子頼もしそうじゃん、うん、そうしてああしてみたいな、うん、あのちょっとあの石子は、うん、あの虫ダメなんですよ、あの、うんうん、家に出る虫、うんうん、あれが、うんうんうん、もう全然ダメなんですって、うんうん、知らなかったけど私が、うんうん、やーってやって、うんうん、もうやだやだって言って、うん、ふってやって捨ててくれるんだけど、うん、あ、そうでしょ、そういう感じ、でも、うん、でももう本当は嫌いなのね、無理なの、うん、本当は偉いじゃん、そうそう、ロッキーが自信気づかないよ、あ、そう、私も今同じこと思っててあ、ロッキー地震の時に、うん、なんかうんとか言って上見て、あれとか言ってとぼけてやり過ごそうとするところあるでしょ、あるあるとぼけてやり過ごそうとするんだよロッキーって、うん、おとぼけながら、うん、あれあれとか言いながら、うんうん、なんていうの、うん、その場で頼もしく、うん、ちゃんと男として主として振る舞うことを気づかないことでごまかして逃げようとするような感じがする、うん、でもロッキーはすごい優しいとこはねすごい優しいんだけど、うんうん、でも分かんないけど私にも多分優しいと思うんだけど、うんうん、でも、うん、なんだろう、それだけなんだな、絶対に、うん、絶対に助けてくれるところなんで、だからすごい本当に優しい、私が助けるからいいんだよ、そうそう、うん、いやだからキラちゃんのことは多分ロキは全身全霊で助けるんだと思うよ、分からない、あ、確かにそういうね、他の人をどかしてまで私を船に乗せるタイプではある、あ、それはねタイタニック的にはもうロッキーはもう沈むよ、うんうん、沈んだあ、いやどうぞどうぞとか言って遠慮しちゃってさ、なんかしちゃってそう判断力のなんか瞬間みたいなのがさ、うん、あ、そうか、なるほどね、うんうん、そうそう、うん、アニメの好きなキャラから、あ、すごいな、どうだ、人の旦那をなんかババアガールズトークみたいになった、うん、しかもみんな聞いてる人アニメわかんのかなっていう、あとなんだろうな、女の子は、女の子のキャラ、あ、憧れみたいな、まあね、魔法少女もの世代ですからね、クリーミーマミとか、クリーミーマミとか、あ、でもそうか、リボンの騎士とかは可愛かったよね、うんうん、私やっぱクリーミーマミの変身後のあの紫の髪のね、うんうん、クリーミーマミってさ、うん、その後さ、うん、え、クリーミーマミってクレープ屋さんのやつ、クレープ屋、なんか主人公がクレープ屋の娘やったやつ、マジカルユーミか、それはで、いや、クリーミーマミじゃねえっけ、アイドルになるでしょ、アイドルになる、クリーミーマミは、クリーミーマミは緑から紫になるんだっけ、クレープというものをあの辺のアニメで初めて宮崎の田舎で見て、うん、こんな三角に折りたたんだ食べ物があるのかみたいな、まあ、宮崎では絶対ないでしょ、ない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 、うん、どういうことだと、どんな味だと想像してました、畳んじゃってんじゃん、うん、それをなんか可愛い紙にこう刺してバカ野郎ですよ、あの、ね、けしからん食べ物ですよ確かにね、ちょっと古すぎるわね、うんうん、アニメが、ね、みんなわかんないよね、最近ので、うん、あのジブリ縛りがいいかもしれない、ジブリ縛り、ジブリね、やったらナウシカでしょうね、うん、ナウシカがいい、私やっぱりクシャナ殿下とかエボシ様とかが、うん、まあ同性としては敵の方や、そりゃそうよ、敵のボスのが女なのが一番最高じゃん、私全てのやつ全部敵のボス女になればいいと思ってるから、全てのエンタメの、舞台とか映画とか見て、まあこれ敵が女ボスだったら成立すんのにとか勝手に思ってるから前昔なんかでキラルちゃん絡みでなんか見た舞台の時も、私アンケートにこれ敵のボスが女だったら成立したと思いますとかいつも書いて送ってそういう思想押し付け野郎だったんだよ、本当私の舞台について書いてる敵のボス設定がちょっとなんかなみたいなまさみちゃんは、私女の人でしょ、ジブリだ、まさみさんジブリとか見るん、ジブリ見ますよ、すごい、うん、全部見てますけど、うん、ジブリで好きなキャラ、好きな女の人でしょ、あれ、うん、姫様って言ってたじいさんたちとか、そう女の子じゃない、女の子じゃ、え、でもジブリで、ジブリで好きな女のキャラってなるとな、もしだってジブリって女のキャラをめでるようなもんでしょ、うんうん、主役が全部ね、あのさ紅の豚って最近見た、うん、最近は見てる、見てないでしょ、見ましたよ、私もさ昔さ映画館でやった時、うん、まあ、中学生だかなんだかの時に見に行った時、うん、さっぱり意味が分かんなくって、うん、
うん、何これみたいな、うん、全然面白くないみたいな、うん、豚だし意味わかんない、うん、しかも最後人間に戻んないし何、うん、みたいになってて、で最近アシスタントたちが、うん、いやあれが一番名作なんですよみたいになって、最近見たんだけど、うん、ド名作だね、引いたわ、引いたぐらい、引くぐらいド名作、大人になってみて、あれね多分ね、あのジブリとか宮崎駿監督が一番やりたい作りたいものを純度の高い形で何の邪魔もなく何のスケジューリングの不具合もなく、うん、きっちり出せた稀有な作品だと思う、うん、何が飛べない豚はただの豚って、まあ、しか覚えてないやろ、うん、あれはもうなんかね二、うん、人の女の物語で、うん、おてんばな女の子としっとりした女が出てきて、うん、なんかどっちも仲いいわけよ、うん、その豚が、うん、で男のね、うん、あの男はあれ見て、うん、そのなんていうのダンディズムみたいなのを豚に感じるんだけど、私たちはそんなの結構どうでもよくて、ラブストーリーの方が気になるじゃん、その2人の女のなんか相反する魅力みたいなのが素晴らしい。そんなんだったの、素晴らしい。ビアンカとフローラみたいなやつなんだね。ドラクエ、ビアンカとフローラって何？あ、ドラクエのね、まあそうよ、あれだろ、踊り子と三つ編みみたいなやつだろ、踊り子じゃないです、姫みたいなのの仲間と町のお嬢様、うんうん、踊り子みたいなのいなかった、ドラクエって。それはまた別、フォーみたいな、知らんけどフォーみたいな、フォーなんだっけ、うん、当てずっぽでフォーって言ったら当たってた。谷川さんは、はい、古い、うん、古い人に聞いてる、アニメキャラ、アニメキャラ、アニメキャラだと谷川さん、ムスカの真似しかしねえじゃん、うん。いやいや、ジブリ縛りですか、うん、ジブリをキャラクターであんまり見たことはないんですけど、俺はそういう見方はしてないみたいな空気出すのやめてください。ジブリっていうか、あの宮崎駿だったら、だから僕あの名探偵ホームズとか犬とか化身化したら好きです。言うんだよこうやって。俺はね、俺は宮崎駿はホームズだからっていうやつ、おる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 。あとはあのパンダコパンダとか、うん、パンダが好きだったりとか、どちらかというと動物系が好きです、あの人。じゃあポンポコ、うん、あれは違う。じゃあ谷川さんポンポコでいい。ポンポコね、谷川さんポンポコで。じゃあ谷川さんポンポコにしようか。谷川さんのジブリポンポコで決定だね。動物が好きです、はい。ちょっと若い人にも一応聞くね、聞きますか、せっかく来てるから、うん、はい、じゃあ多分あんま思んないこと言うと思うけど、いや本当のこと言ったらいいんだもんね。本当のこと言うと、あの、うん、まあ、別に女性キャラ、男性キャラとか関係なく、うん、僕はもう完全にかまじいですね、うん、あ、千と千尋の、なんでな、なんでなんかこれ敵っぽいけど味方っぽいみたいな、なんかあの立ち位置みたいな、すごい惹かれたんですよ。あと菅原文太だしみたいな、かまじいってあの猫背のおじいさんでしょ、いっぱい手が、うん、あるやつで、なんか敵側の立ち位置だけど、うん、主人公をこうサポートしてくれる優しいおじさまみたいな、うんうん、私すっごい衝撃的なこと言っていい、うん、千と千尋見てないんで衝撃なんですけど。衝撃ですよ。どう思う、え、じゃあ見てください、うん、何回見ても寝ちゃうんよ、そうなん、え、なんでだろう、面白いのに、もう千尋が、うん、あの車の後ろで寝っ転がってと、うん、ガタンガタンって花束揺れてるあたりでスーって寝ちゃう。早くないですか。大序盤、序盤も序盤迷い込んじゃってないのよ。で後からだからどうやら迷い込んでるらしいっていうのはなんかチラチラテレビで放送されてるの、なんか一瞬ザッピングの時映ったりして、そっから面白くなるのに迷い込んでんなっていう感じ。感じ。でも男女関係ないだったら私顔なしが好きなの。顔なしやれば、顔なしやれば二人。やれば。私と。じゃあ千と千尋はね、ロッキーも見てないんで、ぜひ秋子先生ロッキーと二人で見てください。ロッキーと見てたってさ。はい、あ、いいですね。長いよ。もう行くよ。お悩み行くよ。え、これオープニングなの？オープニングです。長いんだよ。ごめん。長いの。どんどん来るからさ。ごめんごめん。はい、じゃあ行きます。お悩みですね。ラジオネーム。あがきたさん32歳、隠れオス豚の方です。隠れ、はい。東村先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんにちは。こんにちは。久しぶりにメールさせていただきます。いつも楽しく拝聴させていただいております。はい、ありがとう。僕の今回の相談はどうしたら面白くなれますかというものです。お、僕は今まで身も蓋に3通のメールを送り、うん、初相談
第2回の相談と2回もしかも連続で採用していただいたことで、おうおうおう、東村先生、キララさんに笑ってもらった、嬉しい、うん、僕にはハガキ職人としての隠れた才能があったのかもと有頂天になっていました。しかし、うん、調子に乗って3通目のメールを書くも不採用となり、うんうん、すいません、うん、すいません、本当に内容改善のため、うん、今までの自分の相談メールを見直してみると、恥ずかしいのなんの、うんうんうん、先生やキララさんのお話が面白かっただけで、僕のメールはクソ寒くて死にたくなりました。そんなことない。面白いの選んでるね。それ以降、身の回りで何かメールするような面白いネタはないか、うんうん、誰も傷つけず少しだけ笑えて、うん、少しだけためになるような相談はないかと探してみるものの、うんうん、全く見つけられません。まあいい人生だよ、悩みがないんだからさ。隠れオス豚でいたいので詳細は言いませんが、僕の今いる環境は特殊でネタには溢れているはずなんですが、僕は先生やキララさんのようにエンターテインメントの世界でプロになれる、なりたいと思ったことはありませんが、うんうん、自分の身の回りの人にちょっとだけでも面白いと思ってもらえる人になりたいです、うんうんうん、良いオス豚になりたいのです、うんうんうん、どうやったら先生のように日常を面白く切り取れるようになりますか。どうやったらキララさんにこいつは良いメールを書く使えるオス豚だと思ってもらえるようになりますか。身も蓋もないお言葉どうかお願いいたしま す, ということです、ね。まあ、アベンジャーズ面白いからな、みんな、うん、実際会って喋ってもおもろいもん な,、まあね、んな。でも青木田さんは今このメール面白かったですよね。うん、面白かった、うんうん。隠れオス豚、なぜ隠さなきゃいけない事情があるのだろうか。それがね、いっぱい書いてもらってますから、これじゃあ文章だけでここ、うんうん、なぜ隠れオス豚なのか、うんうん、まあご夫婦ともども明子先生のファンだっていうことはね、うん、ありますけどね、隠れオス豚の理由までちゃんとメールで書いてくれてますから。なるほど、うんうん、うん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 。でも毎日 ね、まあ、良いオス豚になれるように考えてくれてるんですね。そんな大した理由じゃなかったんで大丈夫です。国家機密とかそういうんじゃなかったです。そうね、それは違いますね、うんうんうん。まあでもちゃんとしてる人ですよ、これ見たらね、うんうんうん。それなんでなんユーモアセンスを磨きたいみたいな。そう、あのまあ良いメール、面白いメールを書くコツと、うん、あと周りに誰も傷つけず、うん、こうちょっと面白いなと思われる人になりたいと。いや、あのね、この間ね、うん、K-POP にね、はい、ストレイキッズっていう今人気爆発のグループがいるんですよ、うん、若い子たちの、うん、今すごいグワッと来てるの人気が、うんうん、で私もこっちはもう好きなのそのグループが、うん、でそれはまあどうでもいいんだけど、うん、でその事務所がニジプロで有名になった、うん、JYパークっていう JYP さんって社長見たでしょ、うん、テレビで、はいはい、あそこの事務所なのね、うん、でそのドキュメンタリー番組みたいなのを、うん、があって、うん、それをまあ一応見てたわけこの間、はい、そしたらね、そのあそこの社長は、ファンの間では、うん、顔がゴリラっぽくって、うん、好きな食べ物が餅だから、うん、餅ゴリって言われてるの。これはもうオープンに言われてるの。そうなの、うん、餅ゴリってだから以後餅ゴリって言いますね、うん、でオープンなのね。そうで、それがね、うん、そのデビュー前 の, そのストレイキッズの子たちをね、うん、もうイケてるさイケメンのもうイケイケの K-POP の子たちを集めて、うん、その事務所で必ずやる、うん、まあ儀式的にどのグループにもやってる、うん、もちごり心の授業っていうのがあるんだって、うんうん、でもうそういうことすんの偉いなって思うんだけど、うん、でその心の授業でその君たちがこれからその芸能界でアイドルとして芸能人としてやっていくために大事なことを教えますみたいな、うん、これを心に刻んでくださいみたいな授業があるのよ、はい、で私その心の授業は初めて見たの。今までのグループの時にはそれあんま見たことなくて、実はこんなやってましたみたいな感じで初めて見たんだけど、うん、まずねその一番大事なこと、うん、何か、うん、芸能人になる上で、はい、話を盛るなって言った。へえ。1個目がだよ、話を盛るな。1個目が話を盛るなだったその時に。逆かと思った。この人はやっぱりすごい人だった、うん、私はまあ思って、うんうん、要するにどうしてもまあこういう業界にいると、うん、人を楽しませようとして話をね、うん、持ってしまうんだと。持ってしまうね。僕も若い時そうだったと、うん、なんか目の前の人を楽しませたいって思っちゃって、うん、ちょっと嘘ついちゃったりとか、うん、オーバーにしちゃったりとかするんだけど、うん、それはねダメなんだ、う
みたいなことをまあ言ってて、そ、そのアイドルの男の子たちも、僕もなんか学校の友達と話すとついつい盛り上げたくって嘘ついちゃったりとかして、うん、みたいなことを振り返りを言ったりするみたいのがあって、うんうん、私やっぱり話を盛らないっていうのは本当に大事だなって私もまあ、私もまあ思ってる方なんだけど、うん、で私は盛らないようにしてるの、うん、なんならちょっと抑えるっていうか、うん、健一の話とかも、うん、本当に言っちゃうと抑えてんの、ね、うん、やばいゾーンまであの人は行くから、うん、ちょっとマイルドにしたりとかするんだけど、やっぱね盛るといるじゃん、盛り癖ある人いるね、うん、特に芸人とかでもさ、うん、いるじゃん、うん、なんとなくしらけない、なんか、まあ、バレたらね、うんうん、バレたらうまいことやれる人ならいいかも、うまいことでさ、うん、まあ盛るのが仕事って思ってるじゃん、うん、その、うん、例えば芸人さんたちも、でも私なんかさ、うん、いろいろテープなんかいろんなトーク番組とか見てて、あ今盛ったなとかすごいなんか思うんだよね、うんうん、でもやっぱり盛らずにありのまま今日会ったこととかを盛らずに話す人ってなんか滑んないっていうか、うん、まさに明子先生じゃない、私はもう、ね、うん、うん、まあ盛らないね私は、うんうん盛ったっていいんだよ、うん、でもね盛るとね、なんかね、うん、その人のなんか人間味がなんか、うん、変な感じでねじれる気がして、うんうん、だからもうそのままこう実直に、うん、実直にありのままを話したり、うん、ありのままなんか感じたことを相手に言うみたいなことだと思うんだけど、なるほどね、うん、いいことですね、うん、じゃあちょっとお言葉いきましょうか、うん、身も蓋もないお言葉お願いします。いいよ、受けを狙わない、はがきでも、うん、手紙でも、うん、お話でも、うん、受け狙うから、うん、おもんねえと思われるから、なるほどね、うん、受け狙いをやめる、うんうん、確かに真面目にね、笑わせてほしいわけじゃないからさ、うん、私たちもその手紙もね、うんうん、確かに朴突としていてください、うんうんね、あと採用されやすいのは長すぎないこと、うんうん、長すぎるとちょっとこう読むのがすごい時間かかっちゃったりとかして、でカットできないというか、ああそう、ね、大事な部分だったりするかもしれないから、ものすごい長い方とか結構いらっしゃったりして、うん、そうそう、読みたいんだけども、うん、長すぎてちょっとみたいなのはあったりとかする、うん、そしてこっちでカットするのは申し訳ないから、うん、全部が悩みなんでしょうからね、ちょっとタイトに、うん、ね、がいいと思いますね、うん、はい、じゃあ次のお悩みいきましょう。ラジオネームマリコさん、32歳メス豚の方です、はい、あきこ先生、キララさん、東村プロの皆さん、こんにちは。こんにちは。マリコと申します。とても久しぶりにお悩み相談メールをお送りさせていただくので、うん、ささか緊張しております。悩みできたんかいな。さて、うん、お悩みというほどではないのですが、うん、先日ふと浮かんだ疑問があり、うん、あきこ先生に正解を教えてもらおうと思いメールしました。うんうん、その疑問というのは、ナンパについていくのは良しか悪しかです。あ、先日一人でキロについていると一人の男性から声をかけられました。おう、すいません、うん、あのナンパとかじゃないんですけど、うん、今声をかけないと後悔すると思って、ナンパでした。とりあえずさらりとかわして、うん、なかなか素敵な方だったなと思いながら帰りました。うん、そしてふと気づきます。いや待て、じゃあなんで私は断っとる。う、確かに素敵な人だと認識している私はいました。うそれをナンパは全部スルーするという文化のもと生きてきてしまったので、うん、今回も息をするようにニコニコ断って立ち去りました。うん、少しは素敵な方だったなと自分でも思ってるわけで、うん、そして私になんぞに声をかけてきてくれているわけで、うん、なんで私は断ったんだと初めて疑問に思いました。マリコちゃん、別にどうこうなりたいはないんですが、うん、ちょっと飲みに行くとか、うん、連絡先交換するくらいしても別にいいのでは。うんうんうん、そこで先生に質問です。うん、ナンパにおける対応って何が正解ですか？ 1. アホか！ナンパに時間使うな！ 2. とりあえずいいと思ったら連絡先だけ交換しろ。うん、3. 飲みに行くくらいええやんけ。うん、全部あこ先生の喋り方だな。いろいろな見解があると思うのですが、先生のご見解をお聞かせいただけますでしょうか？30代にもなってまさかこんな疑問を持とうとは何を言ってんだと自分でも思いますが、うんうん、最近いい話がなさすぎて、そもそもの己の文化を見直すべきではと思い始めております。忌憚なきご意見どうぞよろしくお願いいたします。推進。ちなみにその時の男性の印象です、
スーツを着たサラリーマン、多分年下30手前ぐらい、清潔感はあって腰は低め、背は低め、しつこい感じではなかった、確かめちゃくちゃイケメンとかではなかったと、そうですね、はい、どうでしょうか。だからさ、立ち話でもそりゃいいじゃん、せめて、そのね、まあ危険もいっぱいだから、この大都会、あとなんかマルチの勧誘かもしれんとかもいろいろもちろん、まあね、あるよリスクは、でもさ秒で断ることないでしょ。でもこのマリコさんはなんでこうナンパは断るべきって、だから若い時の癖やろ。あ、そうか、うん、なるほど、危ないからってことか。危ないしって思って、でもちょっと止まって立ち話ぐらいさ、してて人となりぐらいは見る癖つけた方がいいよね。そうね、そのがっつりそっから飲みに行けとは思わんけど、まあ、何が目当てか分かんないから、なんていうの、そこでこうちょっとこうさ、なんで私に声かけたのみたいな、何みたいな、何してる人みたいなぐらいはやっぱやらんとね。そうね、今時ナンパってなかなかないけどね、珍しいよ。だから、別にその人が運命の人だったとは思わんけど、思ったら辛いからかわいそうやん確かに失敗して、運命の人だったらもう一回来るでしょ、会えるでしょうね。そんな運命ねえよ。そう、運命ってそういうことじゃない。この大都会でそんなもう一回その人とすれ違うなんてことない。そうなんか、ねえから、運命とか運命の人って言って申し訳ないけど、そのもうだんだんそう、ライン交換、まあライン交換、まあ私は私の話で言うと、私たちが若い時ってまだほらスマホとかがそんなないから、出会い系とかもそんなないから、ないない、結構ナンパ時代だったじゃん、ナンパ文化だったじゃん、連絡先は交換しないけど、私はなんかナンパされて声かけて飲みに行きましょうって言われたら、免許証見してとか、飯ちょうだいとか言ってもらってた、いちいち。ナンパ？なんていうの、その免許証見してって言って、見せます見せますって言うと、なんとなくちょっと殺人鬼ではないなみたいな、そんな職質みたいなナンパの受け方するんですね。じゃ免許証拝見させてもらいますみたいな、喋っていいとか言ってやってたよ私。喋ってるの？飲み行ってもいいけど免許証喋るよって言って。あ、でも確かにそれは安全かも。リアル。そんで喋った上で飲み行ったりとかはしてたよ。別になんていうの、それでなんかもう恋愛に発展するとかまでないとしても、それで連絡先交換して友達になったりとか別にしてたけどね。で最近ナンパではないと思うんですけど、あの演劇教室の生徒さんの悩みを駅で、駅のなんかなかなか長いけど、駅のなんかのベンチみたいなとこね、聞いてて、でやっとその子が納得して泣いてたのを送り返して電車乗して、じゃあねってやってたら、その横の席からずっと聞いてました、素敵、でもいい悩み相談ぶりでした、僕の悩みも聞いてくださいって言われて、どういうことってその人の悩みを聞くっていう。そうなんだ、それ男の人やろ。男の人、ビールおごってくれたらいいっすよって言って、で取り貴族でビールおごって、まあナンパだよね。でもナンパなのか、でも悩み聞いたけどナンパ忘れた悩みが、ね、ビール飲んでたから大した悩みじゃなかった、多分そうだと思います。なかなかでもいいナンパのスタイルや、そうか、なかなか映画みたいでいいじゃん、ね、もうマリコちゃん、次からもうその飲みにがっつり行かんでもいいから、忙しいやろうし、立ち話して、まあ LINE 交換してもまあ大丈夫やろ、 LINE やったら、別に、まあでも飲みに行くなら免許証はいい手ですね。私免許証見せてよって言えば、もうなんかちょっと高飛車に行っていいんだよその辺は。楽だよ、その方が楽だよ。ちょっとやってみてください、ちょっとワードさん、あのナンパして明子先生を。私この間ほんと最近ね、渋谷の前さ、渋谷の東横のレンガ街でさ、和菓子買ってさ、ダーって歩いてたらさ、ナンパされてさ、なんか若いと思われるんだろうね、その年より。その時の感じでやるわ。じゃあちょっと別にバードさんならではのナンパで大丈夫。じゃあ
はい、用意。普通でいいよ。こんにちは。ちょっとお話しさせていただいてもいいですか。え、何何？いや、なんか別にそんな何があるってわけじゃないですけど、いや綺麗だなと思って声かけさせていただいて。え、ナンパ？ナンパ？あ、まあ言っちゃえばそうかもしれないですね。いつもこの辺でナンパしてんの？いや、全然してないんですよ。なんで私に声かけたの？私年だけど。いや、そんなことないじゃないですか、絶対。なんでこんなところでナンパしてんの？いやいや、なんでなんできじゃ。若い子いるよ、いっぱい。なんでなんできじゃないでしょ、もう。そう、4歳児とかがなるやつでしょ。なんでなんでき、そんな聞かないでくださいよ。なんで飲み行きたいの？もうぜひ行きましょうよ。あ、そうなの。私忙しいから行けないんだけど。行けないんかい。行けないんだけど。行きたいのって言いつつ行けないんかい。彼女欲しくてナンパしてるの？いや、彼女も欲しいですし、なってくれるんですか、じゃあ。なんで渋谷でナンパしてんの？いや、本当に言ったんだけど。これ本当に言ったんだけど。なんで渋谷駅前なの？渋谷がやっぱいいかなって思いまして。もっと恵比寿とかの方が良くない？恵比寿はちょっとだって漢字3文字ですよ。そっか、あ、そっか、頑張ってんだ。よし、わかったわかった、オッケーオッケー、うん、じゃあ行きますか。いやいや、また今度、またじゃあ渋谷駅前にまた来たら声かけて。じゃあね、はいって言って行った。あら、あ、でもさ、なんでなんで気だった、うん、なんかさ、こう聞いたわけよ、いろいろこっちから。なんでそんなことを君はしてるのかと、うんうん、その人は結論から言うと、なんかこうモテない感じの男の人だったんだけど、多分なんか自己啓発みたいな、あんじゃん、そういうセミナーみたいので、まず渋谷で、まず彼女を作るためにはまず片っ端から女の人に声をかけなさいっていうのを実践してるんですみたいな、えらい人だったので、その事情が分かったから、あ、そうって言って帰ったけど、なんていうの、結果は一緒だったんですね。結果はまあ一緒なんだけど、うん、なんだ、ちょっと話すみたいな、そこで、うん、なんで私に声かけたの、暇なの、飲み行きたいの、何、うん、みたいなさ、うんうん、それでいいんじゃない、なるほど、いいのか、うん、じゃあお言葉行きましょう。身も蓋もないお言葉、うん、お願いします。いいよ、足を止めるんだ。声かけられたら足を止めるような訓練をせえ。訓練。マリコは足がバーって、もう足が止まってないんだよ、完全に、うん、癖で、うん、そうやろ。なるほどね。止めろ足を。はい。バドさんのナンパの感じは良かったですか？うん、なんかね、軽薄だったね。軽薄だった。恋してないな、こっちにみたいな。ああ、まあ、そうか。暇つぶし野郎だなっていう感じだったね。もっとおずおずと来てほしいよね。なるほど。まあ、そうかね、確かにね。まあ、バードさんはモテますから。軽薄野郎ですから。軽薄野郎じゃないじゃん。謎なんだよな、その辺が、うん、バード君。軽薄天然野郎ですから。軽薄天然ジャンプ抱え野郎だから。これをね、聞いてるバードさんファンの女の子は、うん、バードさんにナンパされた気持ちになって楽しんでください。さあ、この番組では皆様のお便りを募集しています。お悩み、質問、トークテーマ、何でも OK です。採用された方には身も蓋ステッカーをプレゼントいたします。アンチックラバーズのお江戸クイズ、いいよー、あいあい、はい、アンチックラバーズがお送りする江戸の、クイズを やらせていただきます。何が始まったの？その名の通り、こう急に何、はい、クイズするの、クイズやろうかなと思って、ちょっと、はい、先生ちょっとお邪魔させていただきました、うん、こちら、はい、うん、なのでちょっと皆さんちょっと近く寄ってね、近く寄って、クイズ時代ですから、はい、そうですね、アンティークもそうね、アンティークもこの江戸とかそういったので、ちょっと、うん、一応ね、和物やってるんでね、和物で、うん、あ、そうね、クイズ出す方なんだ、はい、そうなんです、任せてください、出させてください、この今クイズ番組がいっぱい多いこの時代に出す方でいく。足りてないですから。確かにね、問題作るの足りてなくって、うちのよく鉄郎とかよく作ってるもんね、バイトで、うん、そうですね、うん、鉄郎さんはもう大好きですからね、うん、大好物なんで、うん、もうこの6000人のリスナーを、うん、に向けて、アンチックはこの和物っていうところでね、うん、そうそう、どんどん食い込んでいきますね。じゃあいきますね、はい、はいはい、第1問、実際はともかくとして、実は江戸の将軍職はどんなに頭が悪くても5つの言葉を覚えるだけで
政治が行えるようシステムが構築されておりました。その言葉とは一つ、それへ二つ、事項三つ、良きに計らえ四つ、創生。さて五つ目の言葉は何でしょう。ちょっと入ってこないですね問題が、あれあそうでした。そうでした。もうちょっと私いいですか。はい、バードです。うん、ではバードさん。あの思ったんですけど、今皇帝の言葉、よくしなっていう、やりなっていう言葉しかなかったんで、オッケーしかね。否定がなかったと思うんですよね。うん、だからくたばれー。ああ違う。結構違った。すごい違うと、ね。違いますね。うん、金といえばこの流れがあるんですよね、実は。それ遅行良きに計らい創生で最後の締めです。はいはいはい、はいはい、では秋子先生、はい、どうぞ。下がれ。惜しいといえば惜しい。電話だった。惜しい惜しい、うん、惜しい。もうしばしもうしばしこちらにお願いいたします。よくわかんないんだけど、はい、1のそれって何。それって実はそれと遅行がもう同じ意味で、うんうん、近くにこっちへ来いよっていう、うん、だから実際は4つとかで全然なるほどね。はい、はい、まあ良きに計らえばもう同じように。そうしよう、創生と一緒に。はいはいはい、どうぞ。ロッキーですね。いや今のところあれでしょ、それで、うん、まあ、こっちで来いと、うん、で、まあお前のいいようにやれ、うん、で最後でしょ。最後です、最後です。それで十分じゃ。言いたいことは、まあ、まあ流れ的には確かにそうですね。将軍が言いそうな言葉よ。将軍が言いそう、うん、時代劇多分聞いたことある言葉ではあります。うん、お考えておりますね。将軍が言いそう、はい、全部終わった。はいはいはい、ロッキーどうぞ。世は満足じゃ。あ違う、方向性としては合ってます。はい、合ってる。じゃあこれかな、バードフミヤです。あ、じゃあバードさんどうぞ。ではどうぞ。将軍でしょ、うん、うん、じゃないですか。え、じゃあ足立みつる先生のムフ。じゃあ大き将軍。めちゃくちゃブーブーブーが激しくなってます。フルドケの2人は、うん、もう、うん、じゃあいいですか。フルドケ樹木です。はい、将軍様が言いそうなことはもうこれしかない、うんうんうん、お、くせ者じゃないですか。くせ者いるじゃん。近く来て違うわみたいな、お前じゃないわみたいな。まあ確かに、でもお前なんですよ、お前に言ってるんですよ。そう家来ですね。石子すげえ楽しそうだな。ワクワクしてます。ワクワクしてるって。これだったんですね。これだったんだね。これですね。ある程度も済んで、うん、最後の締めの締めの言葉です。そう将軍が言う、うん、はい、将軍がね、うん、そう、もう答え言っちゃおうかな。うん、分かんないや。分かんないね。いや、うん、答え言いますね。大義であったの。大義、ねぎらいの言葉です。よくやったと。よくやった。大義だから、バードさん、うん、本当はちょっとなんか三角あげた感じで。わかんねー。簡単ないかも。わかんねー。いや、もう難しいですよ。もう大喜利のつもりでやってくださいね。大喜利のつもりで。大喜利でやったら当たらないよ。それをやるなんはなかったってことだね。大義でやってます、うん、第2問。戦国時代の肖像画やドラマなどで立派なひげを生やしたりしておりますが、江戸の浮世絵や時代劇ではひげ自体めったに見ることがありません。では江戸時代の男性はなぜひげを生やしてないのでしょう。いいクイズだね。さあどうでしょう。はい、秋子先生どうぞ。私の知識だと、ひげ生やしてる人は身分が低い人だ
っていう。違う。違います。まあでも確かに、まあ、物理的な理由ね、もっと。そうですね。そうです、はい、偉い人とかはよくしてましたね。はい、はい、で秋子先生どうぞ。あ、ごめん、はい、違うわ。あ、違いました。まあ江戸の前は戦国時代であって、あ、うん、でその後に平和、まあ、戦国室町とあった、室町はね、そうね、あってね、うん、そうそうそう、じゃあ私バードフミヤ、はい、行ってみます。はい、ではバードさんどうぞ。こうなんですか、ちょんまげを言うために上を剃るじゃないですか、はい、あ、はい、で下を生やしたら、はい、これひっくり返して騙し絵みたいになっちゃうからじゃない、逆さ顔、逆さ顔、なるほどなるほど、まずはなるほど、さあさあ、いやこれ俺答え本当に分かっちゃいました、本当に。およし、ではジキ君どうぞ。古時計ジキです、お願いします。あの江戸時代になるともう兜とかをつける必要がなくなったので、もうそのカバーするヒゲがいらなくなったっていう。ちゃんと間違える当てに行って間違える、すごいブーブー言われてますよ。そうそう、違うんだ。違いますね。実はですね、まあこれは読んだヒントね、うん、はいはいはい、はい、では秋子先生どうぞ。お粥とか食べるとヒゲにつくのはやだ牛乳とか違います。それ言ったら戦国時代も武将もあれじゃないですか、ね、はい、アバードフミヤです、はい、インスタでよく出てくる3ヶ月無料みたいな広告に引っかかっちゃうタイプが多かった。あー、なるほどね。なんだろうか。それ何、私とまさみさん分かんなかったんだけど何3ヶ月無料ってヒゲ脱毛ってこと？そうそう、脱毛3ヶ月無料ですよっていう広告が出たりするんですけど、それちゃんと3ヶ月後とかにその3ヶ月分請求されたりするんですよ。ごめんね、説明させてまあ確かにね、ヒントは実はヒゲを生やしてる人たちもいたんですよ。多めに見てもらった人たちは、例えばお医者さん、山伏、神官、人相見、隠居老人はまあいいかなっていう感じだったんですけど、うん、なんで隠居老人はいいんだろうか。でもうあとは戦国時代は大丈夫だったのに江戸時代になってた禁止ってこと、ひげ生やすのが。まあまあそうです、うなずいてる、嬉しそうにうなずいてるあ、同じように禁止って言えば巨人軍がヒゲ禁止なんで、はい、あ、そ う, そう、ね、じゃあそれが分かれば分かるんじゃないの、ね、紳士たれってことじゃないですか、うん、あ、違います。でも屋敷は OK だったんですよ巨人クイズだった。あ、そうかじゃあ答えいっちゃいましょうかね。ちょっと本当に、はい、簡単よ。簡単なの？江戸時代になってからよ。天下大変になってからよ。答え、はい、大ひげ禁止令が出されたから。ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ私さっき禁止だったことって、禁止だったってことって言ったけど、うん、つまり正解です、うん、だからそれ答えじゃなく質問だったから、そうそうそう、どうしようかなと思ったんですよ。ダメなやつじゃん、質問で当てちゃってなんで禁止になったかとかじゃない、まあ、なぜ禁止になったかっていう と,、戦国時代強さアピールでヒゲを生やしてたんですよ、うん、だからそれをやるともう幕府に、うん、本意があるんじゃないかと、反逆の意思があるんじゃないかっていう意味合いも含めて禁止にしてたんです。大ひげ禁止令っていうのがあるの知らなかった。それみんな知ってんの、歴史好きの人は。いや、よほどの歴史好きの人なら知ってると思いますけど、一般の人は知らないと思います。僕らよほど今目の前にそうですね、はい、じゃあ次行こうか。はい、じゃあ行きます。第3問、現代でいうところのレンタカーや貸衣装屋さんといったものがありますが、江戸時代にもレンタル業者がありました。さて、その中で一番人気のあったレンタル商品は何でしょう。あ、はい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 、ロッキーです、はい、レンタルちょんまげ、
ちょんまげがない人がこうなカツラみたい、ああ違う、カツラみたい。これは難しいです、はい、これはね、これはかなり難しいです、まあ、商品いろいろありますからね。でも、うん、ヒント言えば日常的に使うもの乗ってるね石子さん、はい、ノリノリです。今日はノリノリです。だから現代でもあるあバードフニアです。現代でもあるものということで、はい、うん、現代ってか日常的なものよね、うんうん、だからその時代の日常的なね。レンタル何もしない人じゃないですか。間違えちゃったな。もうバードくんたら、うちあの人会ったことあるんよ、レンタル何もしない人。どっちですか、あの役やってたマッスーの方じゃなくて、いや本人の方、本人の方、うん、へえ、おなんか出版社のパーティーに来てたんよ、何もしないために。ほんで私さ、はい、隣やっちゃってさ席でさ、はい、のっけにさ「モデルだろ?」って聞いちゃったん、はい、あの人イケメンじゃん。あ、そうですね、モデルさんでしょ元って言ったら、はいって言ってたわ。あ、そうなんですか。これはまずい話かもしれない。まずい。分かんない、言っちゃった。だから、まあイケメンってことよ。一、うん、回まだ全部の何もしない仕事を1万で受けてた時期に一回会ったことあるんですけど、じゃんけんはしてくれました。あ、そうなの。あの人なんかイケメンじゃん、妙に。妙にそうですね、うん、スタイルいいですね、スラッとしてて。そうそうそう、うん、そんでそんで、はい、あ、レンタルね。レンタルはい、はい、はい、じゃあ秋子先生どうぞ。鍋。でもそういう系でしょ。うん、夜間。え、じゃあヒントヒントよかね。家財道具系ではないです。はい、あ、ではない。ではない。もうちょっと優しくしてあげよう。いい、私ヒント出して、うん、ね。まさみのヒント怖いな。まさみずヒント。まさみずヒント。はい、どうぞ。あ、はいはい、じゃあまさみずヒント使います。お、あ、はい、先生ここで。あ、彦先生が使った。はい、これは。男子限定でございます。ああ、いいね。男子限定のものでございます。いいね、それね。男子限定、はい、うん、男子がビッグコミックスピリッツとかじゃない。男子限定。女性も読みますけどね。あ、ちょっと、うん、天然だから間違えた。あ、そっか。こんなところで天然ぶり発揮されても。ほんとよ。キラちゃん。はいはい、男子もうすぐ来ないと、うん、いや、じゃあまあ、はい、普通にそのあの時代の男子の普通だったら刀とか。あ、違います。女性も会見とか持ってるけどね。うん、うん、ここまで言ったら、うん、じゃあさらに限定で、ちょっと怖いな、そのヒント。人にはすげえ。あ、まあそんな大してあれですよ。あの町人ももちろん借りてます。なんで武士限定ではないです。うん、そうそうね、うん、男子はい、ギリ君どうぞ。ふんどし。やったやったなんでなんでふんどし借りるの。ですね、ふんどしって毎日使うと思うじゃないですか、うん、で下級武士とか町人の人ってお金がないから、うん、普段女性と同じで履いてないんですよ。あ、そうなんだ。経済的理由で、うんうん、でも一番の問題は、あの下級武士が一番多かったので、井戸端っていろんな全員で洗う場所じゃないですか、うんうん、女の人がいっぱいいてね、うん、で男子一人で洗うのは独身が多かったんで、あ、恥になるから借りるっていう。あ、じゃあクリーニング込みのふんどしってことね。はい、はあ、マジ、うん、よかった、これで当たりが出て、ね、まさか当たるとは思いませんでした。私のヒントよかった、うん、ね、よかったです。うん、男が一人で女に混じって洗濯するってのが良しとしないから、独身が多いからクリーニング込みで借りてそのまま返してた。着物はめったにほぼ洗わないからね。そうですね、うん、ははー、着物って洗わないのよ、うん、なんなら一生に一回も洗わないぐらいの感じよ。へー、うん、そうなんです。まあ、あのふんどし自体は結構高価だったらしいので、今の時代で言うと、まあ、布が長く使うからね、約5000円ぐらいっていう、うん、あ、軍勢だ、軍勢軍勢、そんなにすんの、軍勢ですね。いやー、そうそう、いいクズやったな。面白かったですね、はい、勉強になりました。もう終わりか。終わりです、うん、あ、じゃあチャンピオンジュキ君ですね。ありがとうございます、はい、チャンピオンジュキ君でーす、はい、
ふんどしはもらえないですか。あげないです。貸してあげましょう。では本日はこれまで。